こんばんは。こんばんは。本日はこちら、晴れ風。晴れ風。爆が 100% B。そうらしいです。ということで、いい風吹けって感じです。爽やかな感じでございますよ。色がね、いいパンキーになってます。本日はこちらを説明したいと思います。はい。というわけで今日も、行ってみよう。行ってみよう。キリンですね。キリン。うん。新ビーム誕生、キリン晴れ風。うん、すごいですよこのキャッチコピー。なんすか。100年以上ビールを作っているとごくたまにビールの神様が微笑んでくれることがあります。キリンラガーや一番搾りの時もそうでした。なるほど。この春出るこのビールもまたそんな自信作です。マジ。これがこれからのキリンビール。なにということで相当自信作だそうですね。へえ。麦が 100% ビールの麦のうまみ、うん、希少ホップいぶき使用かっこジャパン日本産。おお。豊かな味わいと滑らかな口当たり、はいはい、わあこれいいですね。100年以上にわたりお花見や花火など日本の風物詩とともに楽しまれてきたビール。実は今そんな風物詩が消失の危機にさらされています。まあそうね。だから今度はビールの方から恩返しをしていきたい。いいですね。キリンビール晴れ風はその売り上げの一部を活用して、うん、全国の風物詩を継続的に支援するアクションを始めます。もうにできることから少しずつぜひ応援お願いいたしますということで。素晴らしい。素晴らしいです、ね、いろんなところからこう、うん、ね、古き良き可能性をもう探りつつ、うんうん、なんか一緒にっていうね、その気持ちはすごくいいですね、うん、はい、問題は味わいですからね。そうなんですよ、うん、はい。というわけで、うん、味ですから。そうですね。味見ていきましょう。はい、いい色ですよね、ボトルはね。あ、缶はね。ボトルすいません。すいません。まあ、ボトルで間違いないですか。いい色ってのはね、どういうこと。この色のパンツ履いてる女の子のことを話せばいいですか。ああ、じゃあいいっすよ。久しぶりにどうですか。話したいでしょ。話したい。これは、間違いなく、堅物です。堅物。堅物ですね。結構なんでしょうね。結構でもファンキーな色だよ。いやディフェンダーですよ。ディフェンダー。ディフェンダーですね。ディフェンダー。ディフェンダーですね。ディフェンス。ディフェンスですね。結構鉄壁なところありますよね。あ、そうなんだ。うん。なんでしょうね。やっぱこう重い感じ。いただきます。いただきます。で香りか。香りをね。お。はい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 。ちょっと重たいかなっていう。うん、まったりしてる。うん。感じはしますね。うん。コク深く。そうですね。コクの部分が強い。ドイツビールバイゼン。あ、でも時間が経つと軽くなり始めるのかな。しっかりしてるって感じの印象ですね。そうですね。はい。味はいいですからね。いただきます。いただきます。おう、なるほど。うん、コク深いわ。それでいてスッキリかもしれない。うん、スッキリか。そんなしつこくはないか。あ、でもビールとしてはしつこい方に入るのかな。うん、多分そうだね。飲み物としてはそのやっぱりね、しつこさはないんですけど、確かにビールの中で言ったらキレっていうのはないそこまでではなくて、甘みとかが、うん、こう麦っぽい甘さですよね、うん、がふーっと続いていくような味わいですね、これ。そうですね、うん、何か食べながら飲むっていう感じじゃなくて、うん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 、飲みながら食べるみたいなね。そうね、なんか重ためなんでビールメインで食事をするみたいな、うん、それぐらい、だこれだけ飲んでてもいいかなってぐらいの味わいですね、これね、うん、あ、でもこれね、僕すごい好きなんですよ。好きですか。多分甘いからだろうね。甘い甘い。ビールにしちゃ甘い、うん、穀物由来の甘さね、うん、めちゃくちゃケブケブケブなんてケブ。あ、でもまあ今の感じだったらいいじゃん。さっさっさっさ大変。どうなんでしょうね、このビール糖の人にとってこれが感想としてどうなのか、二極化するのかな、やっぱりね。そうですね、うん、僕の感覚だと、うん、ビールは
もうソーダ水のごとく飲める方が良しとするタイプなんですよ、うん、ちょっとしつこいかなっていう感覚ではありますね。スーパードライとかそういうのを好んで飲む人にとってはもしかしたらそういう感覚になるかもしれないですけどね、うん、ちょっとこのホップの青臭さみたいなのが若干残るじゃないですか、うん、そういうのあんま得意じゃないかな、僕は。グラスいってみましょうか。はい、さあ色ですが、うん、ちょっとやっぱ濃い感じもするね、うん、黄金が濃い感じもします。香りね、泡なんですよ。確かに泡食ってみましょう。うん、甘め、あ、やっぱ甘い方に、ね、うん、触れてるわ、うん、全然うまいな。あ、そうやっぱそうなんだろうな。好みですね。好みだね。味わいはどうでしょうか。いただきます。継がない方が好きだったかな。あ、そう、うん、継ぐと爆発しません？爆発っていうか、その細く長かったニュアンスが太く広くなるみたいな。うんうんうん、なるほどなるほど。ふわって、うん、ふわって上がってきてるんですよ。でもそうですね、口に入る面積なんでしょうかね、うん、口の中で広がるもんですから、甘みだったりコクだったりが強くこう口の全体に広がるみたいなところはありますね。ほんのり苦味も、うんうん、グラスだと感じるかなと思います。うん、苦いか。苦味もちょっと感じますね、ここは。あ、そう、うん、でもほのか、こっちの噛んでいってた時の方が全然感じなかった。うん、でも飲みやすくていいなと思いますが、どうなんでしょうかね。人それぞれですから。そうですね、重ため甘めちょっと濃いめ、そんなものを好きな方におすすめしたい感じでしょうか。軽やかなっていう、普段から何でしょう、うん、スキリはやっぱね、突き抜ける感じね、うん、シャキッとした方はちょっとあれかもしれないですね、うんうん、飲み疲れちゃうかな、かもしれない。一本でいいかなってなっちゃうんですね。そうですね、うん、歌ってくれよ、このリズム、このリズムで歌ってしょ。歌うの、うん、即興で、うん、今なんか通りましたね。なんか通ったね。というわけで、はい、晴れ風キリンビール麦芽 100% ビール晴れ風でございました、うん、ぜひ濃いめ好きな方、うん、はい、お手に取ってみてはいかがでしょうか。なんか手に入らないみたいなね。え、なんかそんな話を聞きましたよ。マジ、うん、あ、そうなんだ。あ、そう、売ってないみたいなことを言ってました。うちの、わかんない、わかんな、うちのうちの会社の酒飲みおじちゃん。あ、そう、うちの若旦那うちの若旦那って誰のこと言ってる。言ってました。あ、そうですか。見かけた方は手に取っていただいて、ぜひ一度飲んでみてください。そうですよ、うんうん、一度はね、飲んでいただければと思います。はい、はい、じゃあ今日はこの辺で、またありがとうございました。ありがとうございました。 YouTube をご覧いただいてありがとうございます。この動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。